散財は人生や、どうも直島です。今回はちょっと緩めの動画になんねんけど、登録者7万人突破したっていうことで、我が撮影の時に着てる T シャツを1枚1枚雑談交えながら紹介していこうと思うで。ってことで早速まずは1枚目。この1枚目やねんけど、これは我が某大阪のパチンコ屋みたいなスーパーが好きで、パロディ調に作った散財は人生 T シャツやね。うん、なんかこのロゴとか作るの楽しかったね。出会いはね、専門学校行く時ずっとそれまで Windows の Vista のクソみたいなノートパソコンしか使ったことなかったんけど、まあいろんな人が MacBook 使ってんの見て、いいなおしゃれだなかっこいいなって思って、まあデザインの専門学校やったら絶対 Mac 手に入るなって思ってデザインの専門学校入ってんけど、まあ、結果ねこういう風にいられを使えるようになって、自分が欲しいなって思うものを作れるようになったからめっちゃいいなって思ったね。T シャツっていうよりか人生の話だね。まあ1枚目はそんな感じだね。はい、でこれ2枚目やね。まあね、正直この T シャツはあんまり動画では着ないようにしてる。っていうのもなんか商品のお話してんのに、まあこの T シャツにばっか目が行くっていうか、まあコメントとか、まあこれの話ばっかになってくるから、あんまこの T シャツ動画で着ん方がいいなって思って、あんま着ないようにはしてるんやけど、まあ初期ぐらい、直島が動画始めた初期ぐらいとかは買ったばっかりで浮かれて結構着てたっていう感じだね。3枚目がこれやね。でこれに関しては2枚持ってて、この2つ買う前に、まあ、ホワイト持ってたの。ホワイトに赤字のバージョン持ってて、もうそれをね、死ぬほど着倒した記憶があるんやけど、なんだろうね、おしゃれなんだよね、普通に。なんかこのシンプルな感じが好きやけど、ちょっとなんかこう、点があって入ってる、尖ってるような、なんかそういう感じが結構気に入って、まあ、白の T シャツはね、ちょっとめちゃめちゃ、なんだろうね、黄ばんできたから捨てたんやけど、で新しく買ったのがこの色付きの T シャツっていう感じやね。これめちゃくちゃ好きやねん。で好きすぎてね、動物の森のマイデザインとかでも作ってて、でそれをツイッターにねポンって投稿したら、なんか天下の公式アカウントにリツイートされてびっくりした思い出があるんだけど、まあそんぐらい好きな T シャツやね。はい、で次がこれやね。あ、これ何の T シャツやねんっていう感じやねんけど、ゴールデンカムイっていう漫画の T シャツやねん。ゴールデンカムイに関してはまあ2枚あっても、これもよく着てんねんけど、ゴールデンカムイっていう字にキャラクターがへばりついてるっていう感じやね。ゴールデンカムイを知らない人もいるかもしんないんやけど、ゴールデンカムイっていうのはまあワンピースみたいな話なわけよ。まあ、これもね、ちょっとテンガとペペローションとかと通ずるものがあるんやけど、まあ下ネタみたいな下品なギャグが多いねんけど、まあそれがめっちゃ好きで、漫画もね、集めてるっていう感じやね。たまにね、稲中卓球部のジャージとかも着てたりするんやけど、まあそういう下品な下ネタの漫画が好きで、まあそういうもの好きになりがちっていう感じやね。小学生の時からね、うんことかね、とか、まあそういうワードで笑ってて、まあたまにね、大阪にいる友達とかとも会うんやけど、お前ほんまに小学生の時から変わってねえなって言われるぐらい、小学生が笑える単語を好きなまま成長していったっていう感じやね。さっきは紹介するの忘れたけど、これポルノハブの、ポンハブ、うん、ポンハブの T シャツもあったわ。これに関してはね、なんか友達が私服で着てて、これどこで売ってたんってね、T シャツ大好きやから友達に聞いてみたんよ。Amazon に普通に売ってるよって言ってて、まあそれでね、欲しくなって買ったっていう感じやね。変な人が外におったら怖いから、外には着ていかんようにはしてんねんけど、だいたいほぼほぼ外に出ないから、結構着てるね、これも。で、次これやね。これもよく動画で着ててんけど、これ新宿の裏路地にある中国人が営んでる中華料理屋で買った T シャツやね。このお店なんか本当にね、なんか千と千尋の神隠しに出てきそうな、まあよくわからない料理がたくさんあって、店のたたずまい的に、まあそんな高くないだろうって思うんやけど、めっちゃ高いのよ。高級中華なのよ。本当に声出して笑ったのは、なんかね、小皿とかの隅がね、欠けてたりするのよ。欠けてて、水が入ってる
ポットみたいなのがあるじゃん。もうそれもめっちゃ黄ばんでて、そこめっちゃ本格的なんやって思って、なんか笑っちゃった覚えがあるんやけど、まあなんかそういう面白い店に行ってみたい。なんかチンスポット。直島は結構ね、チンスポットとか大好きで、チンスポット行きたいっていう人にね、おすすめの場所やね。まあ人生で一回行ってみてもいいんじゃないかなって思う。ほんで次の T シャツがこれやね。これもよくね、どこで買ったんですかみたいなこと聞かれるんやけど、これすずりやね。でこれ今着てんのお寿司やねんけど、こっちにねエビバージョンもある。なんかこうパッと見わかんないかもしんないけど、スポーティーな素材になってて、汗かきにくい素材でできてるから、もう夏は重宝するね。どっちもめちゃめちゃ着てるね。まあ、スズリとかのやつは入手性いいから、概要欄とかに貼っておくから、まあ、気になったらね、まあ、見てくれやっていう感じやね。ほんで次はこれやね。ちょっとなんかタワーレコード風の HHKB の T シャツやね。の HHKB のライフ。いや、汎用性高いな、タワーレコードのキャッチコピー。これもね、テンガと一緒やね。シンプルで着やすいけど、なんかこう、尖ってるものを主張できる。これはね、HHKB のなんか、ホームページで売ってるやつやね。はい。で、次はこれやね。これ知らんかってんけど、日常っていう漫画を描いてる人が作った T シャツやね。意味合いとかちょっとよくわかんないねんけど、トナカイの角が手になってるっていう T シャツやね。ていうか、動画ではここまで見えてないやな。多分ここぐらいまでしか、ここぐらいしか映ってなくて、全身映ることってあんまりないやん。まあそんな細かく T シャツ見てないと思うけど、まあ、こんな T シャツ持ってたっていう話で。で次はこれやね。いつも夏休み T シャツ、僕夏風の T シャツ。秋葉原の面白 T シャツショップみたいなとこで買ったから、まあちょっとインターネットにあるかは謎やねんけど、まあ、ちょっと探してみるわ。これめっちゃ気に入ってる、ほんまに。てか結構これ出てくる頻度高くない？直島プレステ5が発売してた時期 PS2 を買ってたんやけど、あれなんか僕の夏休みおすすめですとか来たりするんやけどね。僕夏はめちゃめちゃやったね。ワイがやるゲームって結構スローライフ寄りになってくるっていうか、まああんまりね、なんかせかされるのが得意じゃないというか、人が突然目の前に現れて攻撃してくるとかあんま得意じゃないな。全然やるんやけど、あんま得意ではなくって、長く長時間やるってなってくると、まあこういう僕の夏休みとか、動物の森とか、牧場物語とか、まあそれ系になってくんねんけど、あとポケモンもね、あんませかされへんから好きやね。1月ぐらいからポケモンが勝手に襲ってきたりするゲームがね、発売するらしい。ポケモンにね、ペースを乱されるゲームになってくると思うんやけど、買おうかなって思ってる。次はこの T シャツやね。これもよく着てて、なんですかその T シャツって言われる率が高いんやけど、肉体を捨て楽園へ、脳をクラウド化してインターネットで生きようって書いてる。なんかちょっとやばそうな、ちょっとサイコ系の T シャツなんやけど、これに関してはまあ2種類あって、脳内チップを取らないでって書いてる T シャツも持ってるね。まあ、これ同じ人がデザインした T シャツやね。ちょっと保健室に飾ってそうな感じやのに、若干尖ってる感じが好きで気に入ってるね。なんかあるよね、こういうポスター保健室に。ほんで次はこれやね。任天堂ショップで買った T シャツやね。買ったんが結構2、3ヶ月前ぐらいやった記憶やねんけど、もうもはやなんかちょっとね、色薄くなってヴィンテージ T シャツみたいなオーラを漂わせてんだけど、買ったの2、3ヶ月前なんだよね。で、この T シャツめっちゃ高かったよね。6、7000円ぐらいしたんかな。東京に久しぶりに来た空気感に飲まれて買ったみたいな節があって、で、T シャツに普段6、7000円も払わないもん。あー、これって T シャツの質がいいとかじゃなくて、普通にブランド料やったんかっていう。ことに気づいた、そんな T シャツやね。ほんで次はこれやね。めっちゃ今までのと比べたらめっちゃ普通やねんけど、これはまあユニクロに普通に売ってたやつやね。スマブラにいるバット振り回してる少年いるやん。
あ、でもあれの名前もネスやったっけな、まあ、そういう感じで可愛いなって思って、普通に毎日着そうやな、可愛いなって思って買ってみたね。ほんでこれが最後の T シャツやね、フェイスブス T シャツ。これね、意外と動画にするとあんまり字が映らない Facebook のパロディ T シャツ。あ、これもね、秋葉で買ったね。パロディ系の T シャツ好きやから、まあ秋葉に行く際はね、あの、ぜひお立ち寄りください。まあそんな感じでね、ゆるゆる紹介してしまったんやけど、まあ直島の持ってる T シャツはこんな感じやね。もう一つね、好きな衣類があって、それがね、ジャージやねんけど、ジャージと T シャツでもうね、オールシーズンいけるぐらいの勢いっていうか、それで過ごしてんねんけど、だからね、まあ秋冬になってきたらちょっとね、またジャージも集めたいな。今回はね、7万人記念っていうことで、誰に需要があるかわからない Y の T シャツ紹介でした。いやー。まあね、今回の動画がいいと思ったら、コメント、良くなくてもコメントよろしくな。ほな、散財は人生やで。